今夜も一人熟成になる。みたいな感じでね、今回は老人形の館になぞらえて高級石焼き芋さんが速稼塾のことを歌ってくださいました。ありがとうございます。ユニークな伝達方法だったと思いますよね。それでですね、広島にデーモン小暮さんって住んでた時期があるんですよ。ですんで断るごとに広島のことをひいきにしてくださるんですけども、例えばね、がん検診についてものすごくたくさんデーモン小暮さんはポスターを出してくれてるんですよね。広島県民を今すぐ受けるのだがん検診とかね、この顔にガーンときたらがん検診とかね、要するにデーモン小暮さんのお母さんまで出てきてやってるんですけども、広島県民とがんに気をつけろよっていう警告を出してくれてるんですよ。まるで悪魔とも思えないですよね。悪魔が人間の生命とか病気を気遣ってくれてるんですよ。こうなるとね、神様は全然ね、がんのことをねどうこう言ってくれないっていうのは、どっちが神様でどっちが悪魔なのか分かんなくなってきますよね。さあ、それでね、今回一つまたね、これになぞらえて学びを私たちは得ることができます。それはですね、敗戦国日本となった1945年からのことです。日本は戦争に負けて、で、20代30代というねベテランの男性が日本の職場現場にいなくて、当然治安維持活動も警察官ですとかね、そういった自警団っていうのがなかなかできない時期だったんですよ。で、日本は戦争に負けて、まあ半ば無法状態、 GHQ がその治外法権を生かしてね、日本人に暴力を振るったりとか、日本人の土地や財産を搾取したりとか、女性をかどわかしたりとか、そういうことが日曜3時行われました。で、それはですね、とにかくGHQ には限らなかったわけなんですよ。他の国の方も日本にいらっしゃいましてね、で、GHQ 以外の方も日本人を敗戦民族としてですね、結構ね、暴力に訴えたりとか、戦時中の復讐をしたりとか、いろいろあったわけですよ。無法地帯だったわけですよ。その時に、もうやられっぱなしの日本人にこれじゃいけないと立ち上がった人たちがいました。その人たちが将来ね、日本最大の暴力団になるとは誰も予測しなかったわけですけども、まあ無法地帯でもうめったやたらにやられて財産を取られていく日本国民を守るために、日本人のね数少ない有志が立ち上がって、法律では及ばないようなところをもう実力行使でね守ってくれた時代があったんですよ。それが暴力団と言われるものの元祖だったり、ヤクザと言われる元になってきたものがあります。要するに任侠ですよね。弱いものを守り、無法で強いものに立ち向かってくれると。当時の警察も公式ではないにしても、そういった自警団のね、民間の自警団、将来いわゆるヤクザとか暴力団と言われるようになるわけですけども、その元をね依頼して、いろんな治安維持活動をしてもらったようです。これはね、私の聞きかじりなんではっきりしませんけども、でもね、その日本の治安維持ができない時代を守ってくれた、まあ、いわゆるね任侠の方たち、時代を変え品を変え、最近平成の時代にハロウィンの時に子供たちのために、庶民のためにいろんな福祉活動をしてくださいました。でもそれが逆にあだとなりね、そういうことをやる暴力団がそういうことをやって子供たちを取り込もうとしてるのはいかがなものかということで、結局はそういうものをね自粛に追い込まれたわけなんですよね。今私はね、どうなのかなと、どういうふうにすればいいのかなと思っていることがあります。それは、まあ、東京とか歌舞伎町でもそうなんですけども、日本のいわゆるそういうふうな自警団から始まった現代の、まあ、暴力団と言われるか、ヤクザと言われるのか、反社会勢力と言われるのか分かりませんけど、そういう方たちっていうのは今非常に、ね、苦しい状態に置かれています。どんどん解体され、銀行口座は作れない、車も自分の名義では買えない、マンションは借りれない、ホテルも借りれないんで、集会もなかなかできないと思います、で、構成員の方もだいぶ減ってですね、なんか3万数千人から1万数千人になったんじゃないかなっていうふうに、どっかでね聞きかじったことがあるんですけども、じゃあ暴力団がいなくなっていいことじゃないか、平和な世の中になったじゃないかって思ったら大間違いで、実はですね、外国人マフィアが日本人のそういった反社会勢力に代わって、もしくは日本人の反社会勢力を部下に従えて脈々と活動しているってことも言えるんですよ。そうするとですね、日本人のそういった反社会勢力を日本人の警察官なり国家機構が
さばいていくっていう問題よりもかなり難しくなってきてですね、外国人だと治外法権の問題があったり、それから裁判の問題があったり、まあ言語の問題があったり風習の問題があったり国際問題になってしまうんで、軽々にね問題にできないっていうところもあるんではないかなと思います。これ全て私の想像ですよ。想像ですんで事実とはかけ離れてるかもしれませんけども、そうなった時に実際ね何が正しくって何を私たちは守るとかね立ち向かっていくとか呼んでいいのかなと思うわけですよ。最近はその香港の暴動とかありましたよね。デモというのが暴動というのか、要するに日本あの香港の若い方が国家権力に対して立ち向かっていってるわけなんですけども、これはね日本でも1940年代に行われた安保闘争に結構似てんじゃないかなと思うんですよ、うん、まあだからどうしたっていうか分かんないですよ。私ぐらいの頭ではもうこういうの考えが及ばないんですけども、今は老人魚の館をね聞いていてふとそんなことを思い出しましたね。何なんでしょうね、うん、まあ、これについて何かお考えがあったら聞かせていただければと思います。それは違うよ久保さんっていうところがあったらちょっと教えていただきたいのと、こういう事実もあるよってことでしたらね、それも知っておきたいかなと思っております。詳しい方は誰かいないですかね。高級石焼きいもさんいかがでしょうか。それでは失礼します。